レッド・デイビスは日本中央競馬会に登録されていた競争馬。主な勝ち倉は2011年の新山記念、毎日杯、なる記念。東京サラブレッドクラブにおける募集価格は8万5千円400口の3400万円。馬名は冠名ジャズ奏者マイルス・デイビスより、2010年5月におとなしひでたかに入級。 入球当初から調教で集中力がなく行く気がない気象であったため陣営はこのままでは能力を十分に発揮できないと判断し7月に虚勢手術が行われた9月19日に阪神競馬場で行われた芝1800メートルの新馬戦でデビュー後位から直線で伸びたもののビップセレブ愛の2着に敗れる 続く2戦目も里のパンサーの2着となったが、11月7日に京都競馬場の芝1600メートルで行われた未勝利戦では1番人気の指示に応えて解消。3戦目で初勝利を挙げた。昇級初戦の占領賞では3番人気に押されるもリベルタスの9着。続く500万下では断然人気の里の大いを抑えて1位入選を果たしたものの、 最後の直線コースで急に外側に車行し、里野を、モアグレースの走行を妨害したとして10着に、こ着となった。毎日杯のある王記念3歳初戦は、1月9日の、新山記念。格上挑戦ということもあり、単勝22.3倍の7番人気に甘んじて、いたが、高一位層から直線で鋭く抜け出し、クラシック三冠馬オルフェーブルや、 大花賞馬、マルセリーナといった後のクラシック馬を抑え、2勝目を重賞制覇で飾った。陣営が自走に選んだのは3月27日の毎日倍。このレースでは、デビューに連勝中だった当選レイブに次ぐ2番人気に押され、馬場の最内から一気に抜け出すと、コティリオンの追撃を首差を抑えて重賞連勝を果たした。1場馬には3歳クラシックレース及び、 NHK マイルカップへの出走権がないことから、自走は5月7日の京都新聞杯へ出走。一番人気に押されたが、後一位追走も直線で伸びを欠いて10着に終わった。レース後、右第一子骨を剥離骨折していることが判明した。7ヶ月休養後、12月3日の丸尾記念に出走。後方待機から直線で鋭く足を伸ばし、 大外から追い込んできた湘南舞手の追撃を首差を抑えて重賞3勝目を果たした。12月25日の有馬記念は中段追走も直線で伸びを欠いて9着に終わった。明け4歳の初戦として2月26日の中山記念に2番人気で出走。中段追走も直線では全く伸びず最下位11着と惨敗。 四月二十二日のマイラーズカップは、後方から追い上げるもシルポートの五着となった。六月十日のエプソムカップは、行為中断追走も、直線で伸びをかき六着。続く、中京記念は十一着に終わった。その後は十月一日のポートアイランドステークスは、オリーヴィンの九着、十月二十七日の、スワンステークスは、グランプリボスの十二着、十一月二十五日の、 キャピタルステークスでは山人ウィスカーの10着に終わり、4歳児は未勝利に終わった。明け5歳の初戦として3月24日の六甲ステークスに出走し5着。4月7日の大阪、ハンブルクカップで3歳児のナルオ記念以来の勝利を挙げた。しかし、その後は勝ち星を挙げることなく2015年7月15日付で競争場登録を抹消された。 引退後は、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となる。1位入選到着。ありがとうございます。